あるです。今回ですけども、今回のがね、今日は皆様にちょっとね教えてあげたいことがあって、まあ、そしてそれプラス購入品ということでやっていきたいと思います。はい、まあね、ちょっとねそのね教えたいことっていうのはまた後で紹介するんですけども、まあねちょっとね皆さんこの動画をね見ていいなと思ったらすぐ実践してもらいたいことがありますよ。マジで急遽これね撮ろうって決めて、前々から僕はねそのね教えたいことは僕自身では分かってたんですけど、みんなもしかしたら知らない人がいるんじゃないかなと思ってちょっとねこの動画を撮ろうかなって思ったんですけども、まあぶっちゃけ購入品だけにしようと思ったんですよ。購入品だけにしようと思ったんだけども、みんなにちょっとこれ教えてあげたいなっていうこともあり、そういうのはセットでやるんですけども、まあ皆様にとってもね、まあ、嬉しい情報だと思います。人によってはね。そして、まあ、購入品ということで、まあ、そんな感じでねやっていきたいと思うんで、ぜひ最後までご視聴お願いしますということで、今ねいつも通りジム終わりで帰って、また家帰って、そこからね購入品とみんなにね教えてあげたい情報を、ね、発表するということで、まあ、そんな感じでねやっていこうと思うんでね、まあ、これはね本当にみんなもこの動画見た後にすぐ実践してもらいたいんですよね。先ほども言った通りマジで、まあ、このね早く実践してもらいたいっていうのにはちゃんと理由があって、まあ、それもね後々そのどういうことかっていうのは分かってくると思うんですけども、ただねみんなねこれはねぜひぜひ注目していただいて、皆さんのための情報でもあるんで、俺のための情報でもあるし、皆さんのための情報でもあるということで、そういうねオープニング終わったらねいろいろ説明していこうと思うんでね、じゃあとりあえずまた一足の方の家帰っていきたいと思うんでね、とりあえずねジムおつかれということで、今からもろもろね準備していきたいと思うんで、じゃあね今度はやっていきたいと、おいっす、それではやっていきたいと、おいっす。はい、というね今プチ企画というか、ちょっとねここで一回ね挟むんですけど、また今から実家からね一足の方の家に帰るということで、こちらの動画でね僕がさこの前さこちらの動画で売ったアイテムが売ってるかっていうのをね調査したじゃないですか。で、まあ、そのね調査した結果第1回目はね、まあこちらの動画をね見てほしいんですけども、第2回目調査していこうかなって思います。はい、まあ、このね動画の途中にねこうやってやったりするっていうのも僕この前の動画で言ったんで、ちょっとねここでもう一回あるかないかっていうのをもう一回ね、あとどのぐらいの値段になってるかっていうのもここでまた一回調査していこうかなって思うんでね、一回ね帰りがてらせかとかねあるんで、ちょっとそこでねもう一回調査してこようかなって思います。じゃあちょっと行っていきたいと思います。はい、というね、今帰ってきました。というね、でね、まあ、その、セガストでね、その動画の途中で行って、この前のこっちゃんの動画の続きというか、まあ、続編というかね、そういうね、その僕が売ったアイテムがね、どういう値段で売ってたか、またね、調査してきたんですけども、まだなかったです。まだ売ってなかった。ふざけんな。マジで。早く売ってくれ。とりあえず。もう売り切れたなら、まあしょうがないけど、売ってるところというか、売られてるところ見たいな。ちょっとな。まあそういう願望もあるね。僕、初めてさ、そういうさ、売るっていう行為をしたから、自分が売ったアイテムが、その、お店に並んでるっていう、その光景をね、見てみたいっていうのもあるから、早くね、売り切れてないなら、早く売ってくれ。頼むから。マジで。お願いします。ということで、はい、じゃあまあね、それがプチ企画ということでやったんですけども。はい、じゃあまあね、ここからね、その本編ね、また入っていくんですけども、まあ今回ね、そのみんなにね、教えてあげたい情報プラス、購入品紹介ということで、購入品は実はまだ買ってないです。今から買います。まあそれにもね訳があって、みんなにねその教えてあげたい情報と並行してやっていくんでね、まあ、ちょっとね一から説明していくんですけども、まずみんなにねその教えてあげたい情報をね発表したいと思います。でちょっとね今僕ねパソコン見ながらね今回やっていくんで、というね、じゃあまずみんなにねお伝えしたい情報というのがこちらです。はい、これはね何かというと、結構有名なあのこれはねアプリだと思うんですけども、スニーカーダンクってね、まあアプリありますよね。まあアプリでもいいしサイトでもいいし、まあそのスニダンっていうね、まあ、そのアプリで、まあそのスニーカー以外もね売ってるんですね。実はこれヘイプドロップっていうのかな、これヘイプドロップって読むかな多分ね。でそこでまあなんかねいろんなブランドのねファッションのアイテムを売ってるんですよ。実はまあ知ってる方もいると思うんですけども、それが今2024年のニューイヤーファイナルセールアップトゥ 70% オフ、最大 70% オフの、セールが開催されてるということで、これみんな知ってました。知ってたらなんだよそのことかよってね、まあその知ってるよって思う方もいると思うんですけども、知らない人も多分いると思うんですよ。だからねちょっと教えてあげたいなと思って、僕もこれ最近実は知りました。そう、最近知って、ここになんとね、僕の好きなフラグスタッフがあるんですよ。入ってるんですよ。これはいいなと。俺の好きなブランド入っちゃってるやん、ピーポーって、ちょっとなっちゃって、ちょっと興奮してね、俺もじゃあ買おうってね、今思ってるんですけども。で、まあもうその、実はね、その、電車で帰ってきてる時に、もう僕が欲しいアイテムね、ちょっともう何点かピックアップしました。で、ピックアップして、まあ正直フラグスタッフ以外のアイテムもあるんですけども、まあ、ほとんどがフラグスタッフのアイテムなんですけども、まあそれをね、ちょっと今回は、まずどのアイテムを気になってるのかを紹介してから、購入品をね、踏みていくっていう形になっていくんで、はい、まあ買い物動画ですね、いわゆる。でね、まあその皆様に教えてあげたかった情報はこちらのスニーカーダンクでね、ヘイプドロップファイナルセールということで、最大 70% のセールがねやってますよということで、本当にね、まあここにあるそのブランド以外にも結構あるんで、まあねこの画像にね載ってるブランド以外でも展開されてるんで、ぜひぜひねみんなも見てほしいんですけども、じゃあそんな感じでね、とりあえず今から僕のねまずはその気になってるアイテムを紹介して、そこから買うっていう形にやっていくんで、じゃあまず僕の気になってるアイテムをね紹介したいと思います。はい、とね、じゃあまず、その僕がね、その気になってるアイテム、まず1点目、こちらです。
これはフラグスタッフの、フリースですね。はい、フリースの、ジャケットで、これね元値が 36,300円で、それが 50% で 18,150円。めっちゃ安くね。やばない？神だよな。やばくね。これね僕ね結構これねガチで言っていい、フラグスタッフのその新作とか出て、これが新作で出た時に僕ねこれ買おうかマジで迷ってたんですよ。で悩んで、でもそこでちょっとやめたんですよね。これ買うなら他のアイテムやっぱり買おうかなっていうのもちょっと頭によぎったんで、ちょっと保留にしといたアイテムなんですけど、ここでこうなるかと思って、まだ売ってるかと思って、しかもセールになってる、これはちょっと買うしかなくねって今ちょっとねあの頭にあるんですけど、まあこれがまず1点目ね。なんかこれはねちょっと特殊な柄ですよね。なんかアロハみたいな感じ。何これ、なんかわかる、このベイブレード柄やんけ。ベイブレードやんこれベイブレード柄みたいな感じやん。はい、まあブラウンのねフリースで、はい、まあこのねフリースのねジャケット、フラグスタッフのねこのフリースのねアウターがね 18,000円で買えるのはマジでねいいと思う。フラグスタッフのアウターって普通に5万とかするものとかもあるから、そうだからこの値段で買えるのはマジで最強だから、みんなもねぜひね買ってみてください。フラグスタッフね、僕ねフラグスタッフ一番好きなブランドなんですけど、皆さんにもねマジで広めてあげたい。ほんまにマジで買ってみ、めっちゃかっこいいから。はい、ということでね、じゃあまずこれが1点目ということで、じゃあ次、2点目いきたいと思います。はい、で2点目のアイテムがこちらです。これもフラグスタッフの、これパーカーですね。そう、これフラグスタッフのそのサイトがあるんですよね。あのフラグスタッフの公式のそのサイト、オンラインストアがあるんですけど、そこにはこれ売ってないんですよ。これなんかスニーカーダンクのこのヘイプドロップっていうところ限定のアイテムらしくて、なんかそこのヘイプドロップっていうそのサイトだけにしか売ってないこの限定のアイテムで、僕これ初めて見て、うわ何これ見たことねえと思って、しかも限定って書いてあるからちょっとこれ買っときたいなっていうみたいな、まあ、そういうなんかあって、そういうなんか限定に惹かれちゃうみたいな、よくあるじゃないですか。でしかも一番好きなブランドだから、これは買っとかなきゃやばいなと思って、限定っていうところもそうだし、普通にこういうグラデーション柄のアイテム普通に好きだから、まあちょっと合わせるの難しそうだったなと思うんだけど、なんか合わせるの難しそうなアイテムほどなんかシンプルなパンツに合わせたらもう無難に決まるというか、柄がいっぱい入ってるからこそシンプルなパンツに合わせてあげるだけでうまくバランスが取れるみたいな、そういう感じにもできると思うんで、まあ、これはこれでね全然いいかなと思うし、そうめっちゃ可愛くない？これ普通にめっちゃねいいと思うんだよね。これあんまりないような柄だしね。そうだからまあこれがねで 22,000円で 50% で 11,000円ってこと、めっちゃ安くない？フラグスタッフのパーカーなんて2万とか3万ぐらいするから、それが1万円で買えるのはねもうめちゃくちゃいいと思いますよ。しかも限定のアイテムがねそれで買えるっていうのはマジで最強っすね。はい、まあこれがじゃあ2点目ということで、じゃあね次、3点目いきたいと思います。はい、次、3点目のアイテムこちらです。はい、これはねちょっとね違うねあのブランドなんですけども、 NANA1000NANA7007 っていうやつ、このバッグは見たことあるんですけど、このブランドの読み方がちょっと分かんなくて、なんかこういうさなんかさよく見ないですか、なんか A5 とか A4 とか書いてあるバッグ見ますよねよく。そう、それのブランドらしいんですけど、そうこれはトートバッグみたいな感じで、これもね可愛いなと思うんですよね。でこれもねなんかスニダン限定のアイテムらしくて、で元値が 16,500円の 70% オフの約5,000円で 4,950円ということで、めっちゃめっちゃ安くなってるよね。やばいよね。そうだからめちゃくちゃね今お買い得なんですよね。しかもなんかこの黒と白のさシンプルのさなんかさ色が分かれてる感じで、そういうところも可愛いなと思うし、なんかこういうトートバッグ、まあ、シンプルで持っててもいいかなって思って、なんかこれにさスニーカーとかポンポンって入れてあげたりっていうのもなんかできるらしいんですよ。なんか画像でこのバッグにスニーカーとか入れて持ち歩いてる人とかもいたりして、そうだからそういう使い方もできるんだなと思って、まあ全然ねいいかなって思うし、まあパソコンとかも入ったりするんじゃないかなとも思うから、まあ入んなくてもまあ別にいいんだけど、普通にこれは可愛いなと思って、まあ安いから全然普通に使わなくてもというか、まあ、別にノリで買ってもいいかなと思って、はい、まあ、これもねちょっと狙ってますということで、はい、じゃあ次ラスト4点目かな、いきたいと思います。はい、というねラスト4点目はこちらです。はい、これは、さっきのねフラグスタッフのあのグラデーションのパーカーの色違いなんですけども、これは赤黒です。はい、でねこれね見てもらえば分かるんだけど、下にさ3色展開されてるじゃないですか。でじゃあなんでお前一番黒選びそうなのになんで黒選ばないんだって多分思われると思うんだけど、この黒は売り切れです。はい、残念ながら売り切れです。正直この3色で黒が一番いいなって思ってる自分もいるんだけど、まあ売り切れてんならまあしょうがないよねっていうことで、まあ水色と赤、まあどっちか欲しいなってちょっと今思ってますね。普通にデザインも可愛いし、まあその値段もね、まあ、さっきの2点目と同じで10,000円ということで、22,000円から10,000円、 50% オフということで、普通にこれはマジで欲しい。普通に2色買いしてもいいっていうちょっと僕思ってますね。まあわかんないけどまだ、はい、まあそんな感じでこれが4点目かな。まあこのアイテムはねその、まあ、さっきの2点目のその水色のバージョンの時と同じだから、まあ、そこまで長く説明しないけど、まあ、そんな感じでこれが4点目でしたということで、まあ、あとねいろんなそのフラグスタッフのアイテムを当たり前に見たし、いろんなブランドでも僕がその初めて見るブランドでも記念として見たんだけど、まあとりあえずそのなんていうのなんかトーナメント戦みたいにだんだん勝ち上がってきた商品たちがこれということで、はい、まあそんな感じでねこれが僕の気になってるアイテムですよということで、じゃあとりあえず1回ね買うアイテムを、ここで決めていきたいと思います。なんでねちょっと決めたらまたね動画回すんで、その時またじゃあ買うものを発表していいと思います。
はい、でね、買う商品ね、決まったんで、早速ね、紹介していこうと思うんですけども、今回ね、買うことに決めたアイテム、こちらです。このトートバッグ買います。はい、まあね、元値が 16,500 円で 4,950 円 70% オフで、それになってるんですけども、なんでこのアイテム選んだかっていうと、まあぶっちゃけ、まあそのこれからね、購入紹介で上がっていくと思うんですけど、僕ねまだ紹介しきれてないアイテムが結構あるんですね、服系のアイテムで。そう、まあそれはね楽しみにしててほしいんですけども、でね、今年はね服と同じぐらいバッグも買いますよって言ったと思うんですけども、まあその言葉通り、じゃ あの服もね、あのいっぱいちょっとまだ溜まってるから、じゃあここら辺でもう一回バッグ買っとこうかなと思って、こちらのバッグをね、あとまあなんか結構前からこういう感じのバッグ、そのなんか A4 とか A5 みたいな書いてある、そのこういうね、なんかあのバッグ知ってて、まあどこのブランドなんだろうなって、そういうのをずっと思ってて、でここで、ね、なんかやっとそのなんかあったみたいな感じで、そういう出会いもあったから、じゃあちょっとここら辺で、前からちょっとこのバッグ気になってたっていうところもあったから、じゃあこのバッグ買ってもう自分のものにゲットしようということで、しかもスニーカーダンク限定ということで、まあそういうところもいいかなと思って、これをね買うことにしました。はい、まあ何でもね使えそうだからね。まあただね、今回の動画で買うのはこのトートバッグにしたんだけど、まあ別にね、まあそのまたプライベートで買って購入紹介で、その他の買ったアイテムも紹介するっていう形もね出てくると思うんで、まあその今回ね、その買おうと思ったアイテム4点紹介したと思うんだけど、そのアイテム以外にね、もしかしたらその買うっていうアイテムが出てくる可能性もあるということで、まあそれはね、今回のこの購入紹介で買うアイテムがこのバッグっていうことなだけであって、またねその今度の購入紹介でこのアイテムが出てくるっていうこともあると思うんで、まあそれもねぜひ期待してくださいということで、まあ今回ね買うアイテムはこちらのトートバッグということで、じゃあね、購入紹介はねこんな感じで分かっておりますはい、でね、今回の動画は、まあね、みんなにね、ちょっとお知らせと、本人紹介というか、まあ、買い物のね、動画だったんですけども、まあね、ぜひね、今回ね、紹介した、その、スニーカーダンクのね、まあ、ヘイプドロップっていうね、いろんなね、ブランドのね、服とかが売ってるところのサイトというか、スニーカーダンク内のね、サイトなんですけども、そこでね、最大 70% のオフセールがやってね、僕も最近気づいて、まあね、今日買ったんですけども、まあ皆さんね、ぜひね、いつ終わるかね、ちょっとまあ、わからないんで、それはなんかね、予告なく終わるっていうふうにも書いてあったから、だからね、皆さんね、その冒頭でも、この動画見たらね、すぐね、実行してくださいっていうふうにね、言ったと思うんですけども、まあ、それがそれでしたということで、皆さんね気になったらチェックしてみて、欲しいのがあったら買ってみてくださいということで、まあそんな感じでね、今回はみんなにね教えてあげたかった情報を提供したっていうところと、スニーカーダンクのヘイプドロップで僕がねお買い物したっていう動画でしたということで、今日はねこの辺で終わろうと思います。この辺だったら高評価チャンネル登録お願いします。インスタ、TikTok、Twitter もテストチャンネル登録お願いします。それでは。